これを止めずに、ブルースファーマーとかこっちですね。弾ければ滑らかに弾けるようになるんじゃないかなと。弾けるようになる。まあ今フルピッキングして滑らかに弾くようにしてるんで、実際にはジャズギターでハードボイルドな人でいい音出すなって、これもう低音が出へんからこんなポンポンの音になるけど、これで普通のまともなアンプやったら低音が出るんで、だから結構あのハードボイルドなぶっといあの音は出ると思うんですよ。それをの前にこっからこれもみたいな、あのじゃあもうこれですね。あいつ日本でって言ってくって言って言って全部半音で繋げていって、最後はここまでいくっていう。ピックじゃないとできない、気にする気にはなれないですけどね、指やったらね。でピックはピックでの破壊力があるんでね、やっぱりジャンゴとかベンソンとかビレリーじゃないでしょうか。ピッキングという妙に関しての力強さがあの抜群に、あの古典的ですけど、あの直球でえげつないっていうのは、またそのグラッドヘクセルマンとかメルセンベラスは全然ちゃいますけど、あのまあメセニーからこっち あのソフトタッチ系の実はウォーミングだけ、あのこう、レガートな感じの方とまた全然違いますけどね。こうでブルースフォーマンなんかこう比較的強引にいきますね。
5位に来よるね。あの、これで。逃げないで、そうそう。